こいボンジュールご飯を食べました。ブログまだ上がってないよね。でもきっともうすぐで上がるはず。ちょっと待ってね、ブログの件でちょっと LINE が来たので、ちょっと本当にごめんなさい。始まったばっかなんですけど一回切ります。本当にごめん。ちょっと一回バイバイ、すぐ始めます。一回バイバイです。すいません。ただいまです。ただいまですけど、また来たらまた止めるかもしれないんですよ。今ちょっと既読つくの待ってたんですけど、既読がつかなくなってしまったので、なんか口内炎できた、痛い。なのでまた切っちゃうかもしれないし、このまま順調に進んでブログが上がるかもしれないし、わかりませんね。なんかブログを送って、そう、青木がやばい。ぼさこなんですけど、美味しかったです。美味しかった。なんか自分が作った料理なのに気にせず食べれました。最近めちゃくちゃこれが好きすぎてずっと食べてるんですよ。もうハンバーグは作りません。めちゃめちゃお腹いっぱい、なんかすっきりしないお腹が、食べすぎて。おいしい。全部食べました。薄恋ボンジュール、ありがとうございます。バラ、え、そう、目玉焼き作るのうまいんだよね。ハンバーグより目玉焼きの方が多いね。うまく作れた。またね、切るかもしんないからね、連絡が来たら。やば、めっちゃ濃くなっちゃった。なんかやばい、なんかやばい、やばい人になっちゃった。めちゃめちゃやばい人になってしまった。これをですね、ハイライトで隠します。そしたら色が薄くなる。あんまなかった。匂ってるよね。やばい、やばいよ。あ、もう大丈夫。もういい。もういいや。
ゆたわたむらに、おお、ありがとう。ここね、リーナベルがね、ディズニーの、やばい、言っちゃった夢の国のあのキャラクターで一番好きなんですよ。だから嬉しくて、もう早速今日から使い始めました。ありがとう。ちなみにくずしさんも履いてます今日え、さっきからお化粧してまして、今日ちょっと用事があったのでお化粧してたんですけど、もっと違うの、服着替えたの、普通の服着てたんだけどね。わ、ありがとう、こちらこそ嬉しかった。もうね、開いた瞬間ね、みんなに見せびらかしましたかりんちゃんから届いたーって言って見せびらかしましたよ。どうぞ、恋ボンジュール。あ、そう、台所にちょっと置いてきてしまって今不在です。台所の鏡のところに置いてきてしまったんですよ。だから今大岡さん不在ですって。こっちゃん楽しんだ、うんうん、いいねいいねやっと月曜日制服で、どうせ見た、立ち見って書いてあったかな、なんか見たな、見たぞ。あ、まだ 洗い物してません。さっきね、もう眠くてね、こうやって一人でやってました、こうやって食べた後一人でずっとボケボケボケしてました。なんかさ、まつげの存在感がないんですよ。あれ、なんか立ち見って書いてなかったっけ、トレードって書いてあっただけか、立ち見って書いてあったように見えたんですけど、トレードって書いてあったのか。寝ご飯食べたら眠くなるね、わかる。しかも今日の朝ね、早起きしたんですよ。すごくない？普通ですか？まつげが一番洗うのめんどくさいです、皮を落とすときに。え、そう、ずっと眠いんだよね、めちゃめちゃ眠でね、もう眠子なんですよ。最前列だ、お最前列で入る予定なんですか。昨日の制服の目公演はね、最前列の一番ど真ん中がね空いてました。明日名古屋38度って書いて、え、嘘でしょ、明日家から出るのやめようかないやでもな、でもな、うん、38度ってやばいですね。こっちゃんはどの席が、え、でも一番前の、え、でもなんか手紙のことが、あの最後、最後とっていうかサビがさ、あの2回ともさ、一番右側、え、下手側ですね、下手側の、下手側なので最後の曲がで、なんか一人でこうやってやるところがあるんですけど、そこでこうゆったりできるんで、そこが一番ね、わーいってできるので、下手側の最前列とからへんが一番ね、下手側が一番見やすい。曲がりたくないですよ。ムラが上がった、よかった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 、うん、下手、下手、昨日下手って見たもん。
客席は見るけど一番ゆったりして見れるっていうか、一番こう何もやらずにこうやってやるところがあるから、そこが一番なんかね、でも楽園の階段も下手の 8.5 番に行くので、向かいってまず確認することは何、向かいって一番確認すること、確認すること、普通に真ん前のペンライト見ます。難しいよね。メガネやばい、メガネ。自分のサイリウムはいつチェックする感じ。え、でもなんかサイリウムは先輩が出ると一緒に出るようになったじゃないですか、こう11期の先輩以外とも。なんかそれでペンライトが前半と後半で色が違うとかしてる人とかいますね。以上、忘れたメガネなんです。メガネ忘れました。でこれハイライトです。これで終わりじゃないんですよ。ちょっとこっち多かった、めっちゃやばい人。サイリウムは変わってんのに気づきます。あれってなります。こうやつ入れます、見せて、やばえ、てかりんこじゃん、やば、なんかテカテカすぎてめちゃやばい、めちゃ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 やばい人になっちゃったんだけど、やば、見て、なんかテカテカしすぎてやばい人になっちゃった。別々に、え、なんか6本一気に持ってる人とかいるんですよ。どんなって思います。制服の面覚終わった後ね、いつも死にそうなんですよ。もうってなります。息してません。息してません。なんか喉カラカラに、カラコで、すごい、めっちゃセカセカ、もうない、まだ片付けしてないんですよ。大変だ。なんかさっき確認したんですけど、枚数なんかチェキはまだ20何枚あって、昨日と変わってないし、サインもあと17枚あって変わってないし、
浅いんじゃないですね、抽選会も。皆さん買ってください。推しに売ります、推しに売ります。ありがとうございます。うちはみんな DB なの。サインキーのこと、お、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。サイン会ちゃんと買いましたよ、9人分。どんなサイン。じゃあのチェキカード抽選会もどうぞ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 。オイラはサインだけ買いましたよ、ありがとう。だけど抽選会とサイン会も買ってくれて、今から買ってくれて。9人分ってどういうあれ。もう DD に DD しすぎて DD じゃん、もう DD すぎて DD なんだけど、もうやばいですね。大川さんと大川さん、お、いいですね。サイン会買わないと買ってください。サイン会と抽選会とチェキ会全部必要ですよ。もやし生活になっちゃうから、ちょっと皆さん一緒にもやし生活しましょう。DV 多いね、わかる。 DV 多い、 DD コでいいかな、 D コ多いですね。さっき10枚買うに行ってた曲が頭が、お、じゃあ、買ってください。じゃあまず抽選会とチェキ会とサイン会全部10枚ずつお買いください。やばい、今回こっちが一番多く買ってる。私はちょっとまず、お、いいね。まだすごいわ、ちょっとまだあの枚数がまだたくさんありますので。推し11人ってさ、もう DD 過ぎの DD じゃない。次もやしを作った、あ、作った、扱った料理しますね。こんばんは。もやし料理、もやし料理ね。もやし、もやし、もやし、なんだろう、もやしって、もやしだけ、もやしと酢どう。もやしと酢、配信終わったら抽選会たち企画し、お、ありがとうございます、よろしくお願いします。おしゃこっち入れて5人なんでまだまだ少ないね。じゃあもうそこでストップしましょうね、ここだけに。もやし料理、酢でね。こっちゃんが家政婦で雇ってくれるの買いますけど、え、でもこっちゃんお金出さないけど、あの家政婦でこっちゃん雇っても、あのここはお金渡しませんけど、あの家事全部やってくれるなら。3人は行って握手会で勘弁してください。もう両方お願いします。え、燃やしたら絶対失敗しないです、うまいこと言いまして。座布団1枚ここ55までね、確か、え、ダメだよ、55はあのサイン会とかの枚数に関してはいいけど、ダメです。いいけど人数はダメです。なんかね、これの季節限定で
え、期間限定で、パイナップルが出たんですよ。でも、ぶどう派です。53枚で言うて、もう優しくないよ。優しくないから、ここも優しくないけど。5700×500枚、え、何円になる？そしたら570万ぐらい。え、でもこれ1日で食べ終わっちゃうぐらいやばいんですよ。え、だってこれいつ買ったんでしょう。3日前ぐらいかな、もっと前かなぐらいに買って、もう残りあと12345678910粒ぐらいしかないです。もともと何粒入ってるか分かんないけど、多分結構入ってる。これが美味しくて、もうやばいです。とっても美味しい。ね、これはフリ、ん、わかんない、なんて読むかわかんない。え、これ本当に美味しい。でもなんて読むかわかんない。え、そう、粒、え、でも小さいやつもなんかあるよね。これじゃないけど、でもなんかこれはなんかスーってなりすぎない。忘れる、おやすみメール、まだ送ってない。やばい。え、どうしよう、おやすみメールを一回切って、一回送っちゃって、最後までやるか。え、どうしよう。え、じゃあ、一回切って、おやすみメール送ってからやっていいですか？もうめちゃめちゃ切りますね。でもなんかさ、10時までやりたい謎のあれがあるんですよ。いいですか？やばいね。あ、いいですか。ちなみに今充電ここパーです。すぐ始めますからってことで。あとね、やばいね、さっきから配信切りまくり。またね。え、でもあのいてね。じゃあまた後で、バイバーイ。戻った。よかった。今一回繋がらないかと思った。落ちました。結構早かったんじゃない、結構早かったんじゃないかな。ただいまです。めちゃめちゃただいましてる、さっきから。ついでにブログも読めちゃえばよかったかな。まあいいか、でもブログはね、自分があの売ってるものなので。ただいまです。やばいね、切りまくりすぎて4回目になった。もう止めませんよ、もうさすがにね、さすがにもう止めません。え、そう、めちゃめちゃ、え、でもさ、結構早かった、自分的には、ね、早かった気がした。
これは消えたらメイクは30分ぐらいで終わります。これはまつげをこうやって解くやつですどういうあれ。でもこれ目に刺さったら痛いです。とても痛いです。前変わってないですよ。一緒です。でも制服の目の初日はもうバタバタしすぎてほぼメイクしてませんもう10分ぐらいメイク10分ぐらいで終わりました。なんかポジションを覚えたのと違くてジェラシーなリヴァイが、なんか2人とも同じ名前がいるんですけどいて、なんかそれで苗字の方と名前の人がいて、その名前の方覚えたんですけど苗字の人で覚えるの、うん、やらかしました。なのでもう時間がなさすぎてこの筆はお気に入りですうん、ほぼすっぴん、マジでメイクほぼメイクしないで出ました。仕事を頑張った自分にご褒美としてお酒飲んでいました。ドスコイはですね、20歳になるまであと4歳までお酒飲めないんですよ。なので飲めませんどんな味するんでしょうか。公演終わると汗でメイク取れちゃいそう。もうほぼ取れてますよ。取っててやばいです。なんかちょっとここの三角ゾーンだけ残ってて、こことか取れてます。もうないです卵美味しかった。体に悪いの。待って、この髪型似合うかも。コアラ10歳になったらおじゃんの乾杯だね。そうですね、あと4年後、あと4年後も大岡さんはいます。見たいって。シナモンでネズミに見えたよ。ここってなんかいろんなものに挑戦できないタイプで、そんなことはないんですけど、飲み物とか食べ物系とか挑戦できないタイプすぎて、なんだっけ、なんかさあったじゃん、ピンクのとかさ、緑のとか青とか黒とか、そういう色のなんかなんとかドリンクみたいな、なかったっけ。おちゃんが卒業しないように引き取って任せてください、卒業しないでくださいってもう言ってあるので大丈夫です。こっちゃんがおちゃんと背もたれ並んだら泣いちゃうかも。多分泣かないね。どういうこと、多分泣かないってなんだっけあれ、どういう名前だったか忘れちゃった。なんだっけな、なんかピンク色のさ見た目のさあるじゃん、何ドリンクって言うんだっけ、そういうの。なんだっけな、それ一時期なんかめっちゃ流行ったじゃないですか。こっちゃんが背もたれたティッシュ一番上分ってさ全然泣かないじゃん。それ一箱分にしてくれる。あ、そう、エナジードリンク、それだ、それ。もうそれも飲んだことないんですよ。
ねえ、ピーチジュースは飲んだことある。桃のジュース、ザクロとかは好きなんですけどね。ビチョめちゃめちゃ好きすぎて、ほぼケータリングのビチョ持ち帰りました。ここがすいません、持ち帰った犯人ここです。でも遅い時間だったので全然悪くない、最後だったけどね。エナジードリンク飲んだことないんですよ、もう怖くてね飲めないんだよね。ああいうのとかでもね、ビチョはね美味しくて、最近っていうか、もうちょっとハマりだしてしまった飲み物がありまして、なんだっけな、ヨーグルト、ブルーベリーヨーグルトみたいな、なんかブルーベリーヨーグルト飲んだ方が本当は体にいいから、でもめんどくさいじゃんちょっと食べるのは、だから飲むんですよ。箱でそう残すぐらいならさ、さっきのやつあれハマってるんですよね。でさ、箱買いしたい、結構箱買いしたいね、箱買いしたいけどさ、箱買いしてる間に飽きちゃいそう。お誕生日プレゼント、あれ10箱、そう、飲むヨーグルトのコーヒーは飲んだら具合悪くなりました前。そう、なんかオーディション、あ間違えた、お披露目の2日前ぐらいに、ゴーミンとかけるのとスタバに行ったんですよ。でその時に新作のコーヒー味のなんか飲んだんですよ。コーヒーじゃないんですけど、コーヒーになんか似てるってコーヒーがちょっと入ったやつを飲んだんですよ。待って誰、そしたら具合悪くなりました。夜中に吐いてしまって、その本当にやばかったです。あの時本当にコーヒーダメなんですよ。意外と似合うかもこの方が。でもやばかった、もうね具合悪くてね、もう死んじゃうんじゃないかと思った。しかもねホテルだったから一人なの、ママとかいないの、やばいじゃん、でもやばいよって言いながら、うーとか言ってね、死んでました一人で。意外といけるよね、コーヒーは飲めません。でも髪の毛短くなると、なんだっけ、こけしみたいってママに言われます。こけしになるから髪の毛切るなってめちゃめちゃ止められました。切ったけどね。そしたら案外ね、意外と似合ってたけど、でもやっぱりロングの方がしっくりくる。なんかね、短いのはねやっぱちょっとね顔が大きく見えるんですよね。見えない人は見えないんですけど、似合わないんだよ多分あんまり。基本的に若さんはアールグレイティのミルク提供し、サイン会買えばよかったな。買ってないんですか、買ってくださいね。水曜聖誕ティーのデザインはもう提出した、もうそれは内緒です、でも楽しみにしていてください。もうそういうのかそういうやつさ、言っていいか分かんないんだよね全く。いやーなんかね、髪の毛長い方がねしっくりくるんですよね。短い写真はまた見せますよいつか。でもねもうこんな誰がお前ってなります。ココミンは10枚買ったけど、もうダメだ、推し変したな、顔すごいわ、悲しいよ。なん
でみんなそんな簡単に教えしちゃうの、悲しい。前髪いい感じだよね、なんか今日揃ってる。なんか急にさいなくなる、で違う人のところへ行きます。じゃあその分皆さんが買ってください。その分皆さんが買ってください。12期ダメです、ダメです。先輩ならいいですよ、嫌だけどいいよ。ウカさんなら大歓迎。全員でフォローしてくれないと、夜一人で怒り始めます。泣き始めます。ウィーンって言って泣き始めます。夜今回12期はこっちゃんしか買ってないよ、ありがとう。次もこっちゃんしか買わなくていいんだよ。12期は主人公こっちゃんしかです。うん、そうですよ、こっちゃんしか勝たんですよね。すごいおにゅう、喋らないと美人だぞって、喋ったら美人じゃないみたいな言い方やめてよ。どこでもいつでも可愛いから。じゃあ俺も主人公こっちゃん、もうそれはこっちゃんに言ってしまったから、人その気につき絶対一人しか押さないってことは向こうに宣言してしまったのでもう無理ですね、宣言しちゃったから。じゃんしかーって、みんなその後は、その後はこんばんは。こっちゃんに顔バレしたら逃げます。え、なんでなんで逃げないの、逃げないのじゃない、逃げるの。なんで逃げないの、やばい。でもなんかさ、自分のことをさ応援してくれる人がいないとさ、アイドルってさもう続けられないなって思った。なんかうん、大変ですね。そういえばさやにはさやちゃんとはもう最後にいつ会ったのかな、でも休業の発表される前、うん、でもいつだろう、なんかさトーク会握手会欠席になっちゃって、その前の握手会とかだったのが最後かな。もともとそうですね、もともと基本的にもともと会ってたのが特会の時だけだったから、そう正義の死はまだ誰にも会ってないし、やっぱり最初はドスコイですね、ドスコイボンジュールって来てください。でも劇場ではピンクピンクシュールしか売ってないので自分優等生だと思います。まあそれはいない、それは偉いね、それは偉いけど、もうサイン会とかもドスコイだけでいいんですよ。連絡はまあでもそのなんだっけな、休みになったっていう時
まあ、連絡はしたんですけど、でもその後にさこうまた連絡しちゃうとなんかちょっとささやちゃん的にもなんかあんまりなんかさなんて言うんだろう、あんまこっちがグイグイ LINE してもどうなのかなって思ったのから、連絡はとりあえずはあんまり取ってないんですけど、そうなんかあんまりさ多分学校とかもあるからさあんまりなんか連絡しちゃうのもなんだろうって思って、でもその前はしました。なんかなかなかね難しい、なんかあんまりこうグイグイさ LINE しちゃうとちょっとさきっとなんかなんて言うんだろう、なんだろうな、なんて言うんだろうな、そうなんか家族にもさやちゃんになんか LINE したらとか言われたんですけど、そうでもやっぱりなんかさやちゃんの気持ち考えた時にあんまりなんか LINE 来るのもなんかちょっとどうなんだろうって思って、そうだから LINE したのも休業が発表されるちょっと前ぐらいですね、特会が休みって決まった時の、そうあんまりね、そうありがとうございました。こ帰りもないぞ、でもなんかさこなんかさ連絡しちゃうとさなんか今は例えば学校のことでこうちょっと休んでて学校のことをこういろいろやってるかもしれないのに、こういやなんかみんな活動してるからとか 思わしてもなんかちょっとあれかなって思ってますね。なんか一旦こう SKE の活動をお休みしてるから、その一回は勉強をきっとね頑張ってるんでしだろうから今は、だからあんまりなんかいろんなことをなんかそうなんかわかんない、なんか難しいけど、そうまあまあでもよく考えてみて。ありがとうございます。あとまあでもなんかさそういうのってさ人によるからさ、あの連絡来て嬉しい人もいればなんかなんて言うんだろう、まあ、なんかちょっと苦しくなっちゃったりとかねあるかもしれないから、あんまりそう SKE そうだね SKE のことはあんまり触れない方が、いいかなって思ってますね。写真集を修理して同一人物ですよ。同一人物です。まあでもさやちゃんがね元気に帰ってくるのを待ちましょう。待つしかないね。そうだね。仙台には行けそう？わかりませんよ。羽田ですか？わかりませんよ。行かないかもしんないもんちゃんだって。ここが、呼ばれてないかもしれないじゃんそれに。だからわかんないよ。どっか行くかも
もしれないし、行かないかもしれない。ありがとうございます、花束。行けないと怒るでしょ。こっちゃんだけどこにも行かなかったら私、え、待って、どこにも行ってないのってここだけ、え、マジ、結構これショック羽田で会えるの楽しみにしています。どこにいるでしょう。最近顔見たら分かる。え、どこ行くか、そんなことある。え、でも嘘つけないの、なんかすぐさ、そう分かる、なんかちょっとすぐなんか顔に出すっていうか笑っちゃうタイプなんですよ。だから嘘つけないですよ。仙台で牛タン食べるんですか。食べたいです。羽田で待ってます。え、羽田ですかね、どこでしょうかね。ありがとうございます、ハート。気づいたらこっちゃんだけ、え、そう、気づいたらこっちゃんだけだったんですよ。そんなことあります、ありません。こっちゃんの願いは、まあそこに行きたいですっていう願い。待って、今パパから連絡来たんですけど、パパが連絡来たんですけど、あのパパはショールーム今見てください。パパから連絡来たんですけど、今パパショールーム見てますか。見てたら見てますって言ってください。それについて説明します。今から一人だけ名古屋かも、ワンちゃんオリンピック出てるかも。ありがとうございます、バラ。ショールーム開いたか、え、もう開いた、開いてない、もう全く分からない、いない。プリマスターのグッズ買った、T シャツとエクスタは買いました。でランダムのあのクリルキーホルダーは、あの皆さんから送られてくるのを待ってます。でこれは見てないな、見てないですね、送られるの待ってます。お姉ちゃんはですね、あの今勉強しててテストに追い込まれてるみたいなので、あの見てません。もうね、大学生になってからね、高校生以上に勉強がやばいらしく、やばいっていうかね、あのテストが半端ないし、レポートも大量にあるし、もう全く、うん、遊びきません。あ、そうです、おねだりです。あの大川さん以外のもくださいね。でも大川さんが欲しいです、一番の願いは。これあったんですけど。え、ママはほぼ毎回見てます。お姉ちゃんも、あ、お姉ちゃんもパパも。そう、もうやばいらしい、もうめちゃめちゃ厳しいらしい。お姉ちゃんは将来何をするんでしょうか。パパさん他の返信見てそう。え、パパ見てないですよ。パパはこちゃんの配信しか見ません。お姉ちゃん勉強頑張って大好きと伝えておいて。え、なんで、お姉ちゃん、テストに追い込まれてるらしいです。なんか言ってた。ありがとうございます、タコ。幼稚園の先生と予想。違います。違いますって全部言ってたらバレるので、違いますはここまでで終了。え、そうなんですよ、どうすかよ。ほら、こっちゃ内心見るだけで大変だもんね。ね、どんなあれ。パパからあの連絡来たんですけど、ショールーム見てないのかな。まあいいや、 LINE で返します、後で。ありがとうございます、後。
幼稚園の免許取ったよ。え、取ったの？すご。え、なんか最近夢でなんかえ、わかんない、なんか自分の妹とかよくわかんないですけど、なんかどっかからなんか妹か弟かとかどっちかが出てきまして、自分のかわかんないんですけど、なんかどっからか急にやってきまして、夢でやってきまして、やってきたんですよ。やってきまして、それでなんかめっちゃ可愛かったんですよね。なんかどっかからやってきた。夢です。大学で中学小学校幼稚園工業高校でめっちゃ取ったじゃん。すごい。え、そう、こっちゃんがお姉ちゃんでした。可愛かったけど顔は全く覚えてません。日のもちゃんが夢に出てきました。お、いいですね。夢はね、結構覚えてるんですよね。え、なんかもう最近ずっともうなんていうの、怖い夢を見てて、なんかもう本当に人に追いかけられたりとか、なんかめちゃめちゃ怖いこと言うんだけど、なんかもう人を殺さなきゃいけない夢を見たんですよ。めちゃめちゃ怖くて、もう超怖いじゃん、それだけ聞いたら。でそれでその時に、そう、なんかパパが名古屋来てくれてたから、なんかめっちゃ怖い夢見たんだよねって言ったら、だってなんかなんていうの、なんだっけ、ううとか言ってたよみたいな感じで言われたんですよ。だからもうめちゃめちゃ怖くて、もう本当に怖いです。え、そう、うなされてたんですよ。なんかしかもなんか急にキャーとか言って起きることもあるし、でも本当にめちゃめちゃ怖い夢を見ることが多くて、え、もう本当にやばかったんですけど、なんか急にその自分のなんか妹が分かんないのが出てきて、え、そう、なんかそう、もうめちゃめちゃ怖かった。でもなんか起きた後もめっちゃ疲れちゃうの、なんかやっぱめっちゃ体だるくて、なんかもう子供の頃枕に永遠に、え、まず寝てて急にベガってなって起きることない、なんか落ちた感じの、めちゃめちゃさ、やばいよね、そういうね。そう、もうね、やばいんですよ。怖くない、人を殺さなきゃいけない夢を見たとか、もう怖すぎてやばかったです。え、でもなんか殺したくないみたいな言ってて、結局ね普通にそのまま起きたんですけど、劇場公演に当選したに入れないという怖い夢を先日見た。え、できんですか。落ちるのありますね。え、そう、なんかでもなんか学校でなんだっけ、高いところ崖から落ちる夢を見て机蹴ったことならあります。中学校の時だけど、空を飛んでいる夢を見て、何から落ちた、上から落ちたかな。いやいやいや、そう、もうね、机蹴っちゃって、どうしましたか、どうしましたか、どうした、めっちゃびっくりされた。え、その周りの人もびっくりしてましたね。自分が一番びっくりしたけどね。あとはなんか学校の時に、あ、学校終わった後にさ、塾とか行くじゃん。塾で眠すぎて、でもなんか何、模試みたいなやつかな、やったんですけど、眠くて何も記憶にないです。
めちゃめちゃ眠かった。え、もうね、机は大丈夫でした、ただけあっただけです。めちゃめちゃ眠くて、なんか点数とか本当に記憶にないんですけど、でもめちゃめちゃ眠くて、そこでも机を蹴って大丈夫ですかって聞かれたことはあります。でもなんかこうがっつり寝てるんじゃなくて、ふわふわってなりすぎてガーンみたいなはめちゃめちゃあります。なんかさ、夜寝るの遅くてさ、学校行ってさ、塾行くとなるとさ大変なんですよね。結構眠いよね。塾行ってたのすごいな、よく塾行ってたの。金縛りか、なんかあんま覚えてない。なんかどういうのが金縛りかよくわかんないんですよ。嫁で初めて寝てて歯ぎしりする。お姉ちゃん歯ぎしりしますよ。なんかマウスピースみたいなやつ作ってた。ありがとうございます。23時に寝れないんですよ。でも3時22時に配信終わったらさ、もう絶対寝れないじゃん。そう、ね、寝ないんですよ。でもね、なんかね、歯ぎしりね、小学校の時に歯ぎしりしてたけど、なんか一瞬で治ってました。それ絶対言っちゃいけない。え、言っていいですよ。え、言っていいですよ。え、だって歯ぎしりって別に悪いことじゃないでしょ。でもなんかさ、もう一人暮らしだからさ、もうさ、なんかわかんないんだよね、来てくれてる時じゃないと誰か。激しいダメなの、歯が減ります。え、本当に。え、大丈夫です、お姉ちゃん。激しいぐらいもう大丈夫です。歯ぎしりは別にいいと思うんだよね。こう、たまに自分のいびきだけ、そんなことある。自分のキャーで起きることはあるけど、歯ぎしり強くしすぎると歯がつなくなるよ。え、怖いよ。姉ちゃんの秘密 ありますよ。こっちゃん寝言がすごそう。寝言はね、お姉ちゃんの方がすごいです。急に喋り出します。一つ教えてあげますね。ラーメン食べてました。お姉ちゃん寝ながらラーメン食べてました。それだけ教えてあげます。めちゃめちゃ面白かったです。ママと一緒に笑ってました。ケイと寝言自力いませんか。いませんね。寝たことないからね。寝ながらラーメンです。急にうんうんうんとか言い出しますから怖いです。寝ながらラーメンしてました、お姉ちゃん。え、なんかお姉ちゃんはそういう寝言多くて、ここは恐怖な夢を見てうなされてることが多いんですよ。大丈夫ですかね、南沢家。今頃ね、テスト勉強に集中してるんでね、ここのね、あのショールームなんて見てる暇ないですよね。姉ちゃんまた声出し。そう、なんかね、もう平日は絶対無理です。行けるなら休日なんですけど。パパもお姉ちゃんにチクるかも。え、チクっても全然大丈夫ですよ。寝ながらラーメンは面白いから。
パは現場に来ないの？パパね、まあでもそんなにね暇じゃないからね、みんな長野から来るってそんな簡単じゃないんですよ、意外と。そうなんですよね、なかなかね。え、でもなんかそうなかなかあんまりなかなかそんなに難しいですね。串にさ、なんか溜まってるんですけど、そのパパにも、そうなんですよ、毎回さ聞いて、毎回ね、週に4日ほど、4日 ?3 日か、週に4回、まあ2回は普通に近くの駅までママに迎えに来てもらったとして、週に2回かは平日だったからね、平日だったからパパに特急しなのって帰りにバスで横バス乗って、でも横バスなくなったんですよ。大事件じゃない？大変だよね、やばいよね。で横バスに乗って長野に帰るのに松本までしか行かないから、松本まで行って松本から1時間かけて家に帰ってっていう、深夜にパパに車で送ってもらうっていう生活を繰り返してたんですけど、今思うとさめちゃめちゃ大変だったね。パパかわいそう、往復も松本までしか行かないんですよ。もう長野まで行くやつがずっと休止しててもう動かないんですよ、多分もうなくなっちゃったんですよね。だから松本まで毎回迎え来てもらって、で平日なんてここ別に家から近い学校に通ってたわけじゃないんですよ。だからその学校まで迎え来てもらって、その学校から駅まで送ってもらって、その駅から特急車に乗ってでレッスン行ってたんですよ。だから学校まで行ってもらうし、松本まで迎え来てもらうし、なんならテストの日でレッスンかぶった時なんて大渋滞の時でも車で送ってもらってたんですよ。電車もバスも会う時間がないから。そうなんですよね、松本まで乗る人そんなにいないんですよ、平日めちゃめちゃ少なくてやばかったですよ。もうね、授業とか聞けなかったです。大変でしたね。でもなんかその夜中もう帰ってくるのさめちゃめちゃ遅かったんだけど、2時ぐらいかなに家に帰ってたんですけど2時とか、1時半とか2時ぐらいに家帰ってたんですけど、それまでママとか起きてて一緒に寝るっていうね。恋ボンジュール。まあそんな生活を送っていたわけなんですけど、授業中ね寝てないんですよ。寝てないの、寝てないけどめちゃうとうと知ってました。なんか寝るとね怒られるからね寝れなかったんですよ。でも本当にね次の日学校行くのめちゃめちゃ嫌だった。だってもうぶっ倒れたことあるもん、ベッドの上で一回立ったら倒れて病院行って注射されて、そうなんか立てなくなっちゃってクラクラして、そしたら病院行こうって言われて病院行ったらなんか注射されて、なんか貧血か検査されて、もう最悪だった。そうだね、長野からの
長野から通ってたらもうほぼほぼでもせあのせあの平日の制服の向こうにとかも絶対出れてなかったし、でも本当にやばかったと思います。まあでもなんか名古屋に暮らしてて、まあ一人は寂しいけど、でも楽になったって言われればめちゃめちゃ楽になりました。でもなんか夜遅くにさ練習しててさ、帰る時にさ誰も迎えに来てくれなくて一人で帰るのめちゃめちゃきついです。あれいつもなら「迎え来て」とか言って迎え来てもらって、迎え来てもらってから帰ってたんですけど、いないからさ誰も。今学校行ってますよ。総合条件が劇場に通える人だったから、もともとそのあでも最初はなんていうの、もう通う気でいたんですよ。全然通う気でいて、でもなんか意外とレッスンがたくさんあって、これ無理だなって思って、もうそのなんかさ、ここ SK 入るまで風邪ひいた時以外学校休んだことなかったんですよ。そう、熱出した時以外はね学校行ってたんですよ。普通に喉痛かったりとかしてても、だからそう、それだけどやっぱり単位足りないっていう、足りなくはなかったんですけど、結局取れたんですけど単位はね。そう、危なかったから。でもね、やっぱり応募条件に通える方って書いてあるってことはもう引っ越してっていうあれなので、ここに関してはもう、そう、長野県って隣なのに地域によってめちゃめちゃ遠いんですよ。しかもここめちゃめちゃ一番遠い方に住んでるんですよ、長野から。そう、劇場に通えるっていう条件があったんですもと。でも全然一人暮らしする気なくて、うん。でもやっぱりお姉ちゃんが大学通うし、ママパパも仕事してるので誰もついてこれないから、そう、長野からまあ長野から名古屋来るまでに大体長野で2時間です。長野2時間通ってから名古屋行きます。松本まで、あ、間違えた、名古屋まで。そう、なんかなんだっけ、リニアあるじゃないですか、新しいやつ、あれ飯田までなんですよ。遠いよ、乗れない、あれ通ったところ、あれ乗ったところで何も変わらないんですよ。困りました。困ったよ。そう、長野で2時間かけるんですよ。とうございます。あと今松本から岐阜に向かってます。頑張って、長いよ、頑張ってね。あ、でも松本からなら1時間ぐらい行ける？そう、飯田に行くぐらいなら名古屋直接。そうなんですよ、あんま変わんないんだよね、そこ。スカイマンジュール、あと10分だ。あ、そう、あと10分。リニアね、いつできるんでしょうか。農家さんのやつ見たんだよね、 NHK のやつ。今なぎそ、なぎそだよね。ごめんなさい、読めるようになっちゃったんだよね、高速道路乗りすぎて。 なんかさ、いつ一人でさ、名古屋帰ってると思うでしょ。一日だけ名古屋来て長野帰ってる時とか、実はわがまま言ってパパに乗してきてもらってるんですよ、よく。
だからよく高速道路乗ってんですよね。やばいよね。わがまま言いまくって乗せてってって言って、え、もう乗せてってくれるの知ってるからよろしくとか言って、もう次の日の電車の時間見ないっていう。わかる。高速道路はサービスエリアが楽しい。そのスタバが楽しいです。葉山劇場まで 3,4 時間かかる。遠っ。多いですね。バターガーリック買いま、あれは本当に美味しすぎて、美味しすぎてじゃない、美味しそうすぎて、あ、美味しかった、めちゃめちゃ美味しかった。あれやばいです。皆さん探してください。あれやばいです。もう絶対ハンバーグでも美味しいってことはステーキやったらめちゃめちゃ美味しいです。てか聞いてほしい。なんかお姉ちゃんが今日ステーキ食べてたんですけど、おばあちゃんちで。ここ置いてかれた？ステーキ食べたかったのに、ここも。ここもステーキ食べたかったのにさ、なんかお姉ちゃんだけステーキ食べてた。あとお寿司、なんかテストや頑張ったかららしい。なんかまだテストあるらしいんだけど、今日のテスト終わったんだって。で、なんかお寿司とステーキを食べてたの。しかもめちゃめちゃ大きいの。あーって思いました。もうだからあーって送りました。でもさ、ステーキ自分でそんな高いの買えない。お寿司ステーキやばいよね。お寿司好きじゃないんですけど食べれないんですけど。なんかここ公演終わりに家族が駅まで迎え来てくれるの好きなんですよ。公演終わりってめちゃめちゃ寂しいじゃないですか。公演終わり の孤独感がすごく嫌なんですよ。そう、タン食べたい。公演終わりめちゃめちゃ寂しいです。だから公演終わりに迎え来てくれて、それでご飯食べ行くのが好きなんですよ。誰かと一緒に帰らないの？帰るときは帰ります。でも基本的にさ、名古屋住みの方が多いから結構車でみんな帰るんだよね。そうだね、結構みんな名古屋住みの人は、え、もうみんなって言っていいぐらい迎え来ますね。姉ちゃんはね、休日しか来れないから、大学あるから。そうだね、迎え来る。そうココミンはね、でも帰るときは一緒に帰ります。でもなんか家になんかみんなさ、同じとこに住んでるわけじゃないじゃん。で、だからその家に着いて一人でご飯食べるのが嫌なの。でね、なんかね、ご飯食べ行きたいの。だからその時にパパとかがいると焼肉とか食べ行くじゃん。家近いメンバー誰もいないんですよ。いや、わかんないけど、ポコミはママとだね。みんながどこに住んでるかはちょっとよくは知らないんですけど、仏像を読みます。
きます。13位中さん、12位ともとも、11位カットシー、10位カツヨシ、9位ヘイガさん。え、さ、こうさ、ずっと思ってたんだけどさ、ヘイガさんでいいの読み方。8位、待って待って待って、揺れてて、マスさん。7位エイジさん。6位ブタ足さん、ブタ足の大ゴレさん。あ、次5位だ。5位ロングさん。4位サイノジさん。2位、あ、2位じゃない、3位ランボさん。2位キセケさん。1位シンジさん。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。シェアで帰るときは長野は寝てるん、寝てる。あ、でもなんだろう、でもなんだろう、あの一人で手だけ踊ってますよくまあまあまあ合ってる、よかった。あ、メール送りましたよ。本当に壇上で名前読んでるのこっちゃだけ。え、みんな読んでないの。あのさ、あの英語の名前の人さ、名前違かったら言ってんの、こう英語読めないんだ、読めるけど読めないんだ。夜行バスか、え、何時間かかってんだろう。え、でも名古屋から松本までで3時間ぐらいで、そっから1時間ぐらいかけてたから4時間ぐらいですね。ライブランキングだ、え、なんかライブランキングだとなんか違うみたいな感じで前なんか言われたから、あの上のやつで読んでるんですけど、それも違う、もしかして。え、その中で変なことしてたら、え、でもあの別にそんなの大きく動いてないです。あ、こういう感じね、うんうんうんってやってます。でもあとは寝てます。ずっとね、なんかやってるとね、気持ち悪くなってくるんですよね。最近ね、メロンジュースが好きでなんかさっきヨーグルト好きとか言ったばっかなのにさ、メロンジュース好きなんですよ。歌ったりはさすがにね。メロンジュースが好きすぎて、昨日メロンジュース飲んだんですよ。もうメロンジュースやばいです。でも最近、え、もうすぐメロンジュースです。もう昨日公演の時になんかメロンジュースってココハに言ってたんですよ今日絶対メロンジュース飲むからって言ってたんですよ。もうね、メロンジュース、あ、それ飲みました、昨日メロンジュース。メロンジュースです、本当に。メロンの食べ放題、え、そうなの。ね、メロンジュースが好きなんですよ。なんかね、メロンジュースって売ってないじゃん。でもね、メロンジュースが美味しいんですよ。え、なんかさ、トマトのヘタ食べると緑色になるよって言ってさ、信じて食べるのやめました。やばい、59分だ。あの12時、あ、もう12時って言っちゃう、22時になったらあの切りますね。ブログ読んでね、握手会とチキ会と、握手会じゃないわ、サイン会とチキ会と抽選会買ってくださいね。おやすみモンジュールです。おやすみ。明日もまた夜きっと配信すると思います。バイバイ。あ、ブルルグおもろかった、よかったです。じゃあねー、バイバイ、おやすみ。